はい、こんにちは。ヒデノリミュージックスクール校長、ヒデノリです。ルイス。早弾きマスターパッケージはリニューアルされたんですね。発売が13年前。その早弾きマスターパッケージをずっとこう売ってて、新しくコンポンマスターパッケージ、僕がよく言ってますよね。コンポンができてないから何もできないんですよ。っていうのをずっと言ってるわけですね。後編は別料金ですね。そうです。後編は別料金で、そして前編を買ってる人しか買えないです。根本をマジで順番にグッチグチにやっていくんで、前編見てないとかもありえないです。てか前編やってないと後編はできないです。絶対に後編はまだ完成してないです。まあでもだいぶ詰めるとこまでは詰めたんで、根本マスターパッケージは早弾きマスターパッケージのリニューアル部分が全て含まれていますから、はい、全部載ってます。そのままピッて持ってきただけだから。現在秀則さんに直接見ていただくには単発レッスンしかない形でしょうか。例えばこの教材を買おうじゃないですか。教材っていうのは早弾きマスターパッケージ、コンポンマスターパッケージ。単発レッスンっていうのはこの教材どっちかを持ってないと受講できないんですよ。生徒さんが日々増え、質が落ちるどころか上がりまくってる HMS ですが、講師を増やす予定はありますか。それは全然あるんですけど、 HMS の生徒もそろそろ打ち止めになりますよ。脅してるわけじゃないですけど、コンポンマスターパッケージもめちゃくちゃ注文があったらちょっと一旦止めるし、追いつかなくて適当にやるのまずいですからね。サファリでやってくださいね。 iPhone でその注文しようとしてる方、 Chrome だとダウンロードがなんかできないっていう、最新のバージョンだとダウンロードできないっていう現象が起こってるんで、 Chrome でそのまま見ればいい話なんですけど、 Google Chrome で見れるんで教材を。サファリでやると iPhone のファイルっていうところにダウンロードができます。Chrome でもできたんですけど、できなくなったんですよ。もう Google なんでね、一瞬で仕様変えるんで、パソコンがある人はパソコンでやるのが一番いいかな。根本の根本みたいな部分が前編なんだよな。で、根本を使った応用編の動きみたいなのがだんだん後編からこう入ってくるみたいな。この根本マスターパッケージの内容ができなかったらギターは弾けないって思っておいてください。できるんならギター弾けます。どのぐらいのギターを弾くかによるよ。C コードじゃらーんで一生これでギター弾いたっていうことにしていいっていう人やったら、まあ根本なくても大丈夫かな。弾ける弾けないの定義はありますから。僕の思うギターがそれなりに弾けて楽しくて、あうまいな、おーすげーって言われて人の心をちょっと動かすようなギターを弾ける弾けないという話であれば、コンポンマスターパッケージに載ってあることができなかったらできないです。これ断言しておきます。できるんならそのまま進んでください。できないのであればコンポンマスターパッケージでバチバチに鍛えていきますという教材になっております。ギター以外にも使えますよね。ギター以外にめちゃくちゃ使えます。だってギター出てこないよ。後編のちょこっと最後の方に、じゃあ今までの動きを全部使ってギター弾いてみましょう。はい、ギター弾くってこういうことなんですよみたいなのはあるんですけど、一応ねギター講師なんでギターとはつなげるんですけど、余裕で私生活、いろんな他のスポーツだったりなんなり、体が柔らかろうが硬かろうがこうやって体って動かすんですよっていう話なんで、やってると私生活すごい器用になりますよ。全員ちっちゃい頃からピアノ習ったら全員ピアノ上手になるみたいに思ってる人結構いるんですけど、ちっちゃい頃からピアノ習ってようが生まれつきみたいな感じなんですよ、使い方とかって。僕から言わせてもらうと、小学校に例えばじゃあ30人いて25人ぐらいは根本できてないです。だからちっちゃい頃からピアノ習ったってピアノできないんですよ。できない人はできないのよ、使い方を知らないから。手の動かし方が天然でこうなってるから、じゃあその天然でこうなってるのをちょっと鍛えるような指導をする先生がいたら、その人は上手くなってるはずなんですよ。そんな大人も子供も一緒やで。ちっちゃい頃からやってるからすごいんじゃなくて、ちっちゃい頃に習ってちっちゃい根本があったから、ちっちゃい頃にできたから、そのおかげで音楽結構できるなって感じなんですよ。じゃあちょっとチラ見せタイムいきます。まずはじめにがあって、ごめんなさい、中に書いてるのね、これね、このページの表記こんな感じになってますよ、ね、でこれテスト動画かな、テスト動画を押しますと、そしたらこう動画が、根本であなたの可能性が広がる、これはあなたの可能性を広げる教材です。驚いたかもしれませんが、これは決して大げさな話ではありません。この教材における根本とは体をコントロールする力です。信じられないかもしれませんが、体を自由に使えるようになることでギターだけではなく日常生活においての多くの可能性を広げることにつながるんです、ということが書いてあります。プロはなぜプロになれたのか、いいですねこういう話ね、本当にね。で第2章でやっとこう体の動かし方っていうのが出てきますね。でこれも一個一個やって、まあ動画を送ってください。まあこう写真とかね、こうやってこうあって、こうはちょっと見せすぎかな、
こうやってこう筋肉がこうやってこうなってこうなってここの肩がこうですよこうですよみたいなね、こういうのがずっとあって結構あるな、長いね、239ページ、こんな感じになっております。ぜひぜひ購入をよろしくお願いします。さあ根本を鍛えようというお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。